さて今回は吹きにくい原因はこれかもという動画をお送りしたいと思います。サックスミキです。今回ですね、まあレッスンをやってまして、まあたまにね、今回のような症状が原因でちょっと吹きにくいと、具体的にはピーピーになっちゃうとか、息が苦しいとかですね、吹いてて苦しいとか、そういう方向けのあの動画内容になります。まあ吹きにくい原因がこれかもという、このこれっていうのは、このブレ筋のですね、顎が上がってませんかっていうことなんですね。これね、意外となっちゃう人多いです。原因としては腹式がうまくいってないんですよね。このブレ筋に顎が上がってしまうっていうのは、こう息をね吸う時って、理想はですよ、肩のラインが動かず、胸も上がらず、顎も上がらず、吸うとこんな感じで、この上半身が動いてないですよね。その状態がいいんですよ。その状態で老けてるってことは、お腹が働いて老けてますから、腹式ができてるということなんですけど、それが顎がね、こう息吸うときにこうやって上がるの。こういう人結構多いんですよ。女性に多かったりします。こうやってね。あと、まあこうやっちゃう人はちょっと論外になるんですけど、もう肩もね、だからこうでこう吸う人っているんですよ。もうこれもね、あの腹式じゃなくて胸式呼吸とか、その胸の方に入っちゃってるんで、そもそも息がそんな吸えてないし、あとは重心が高くなっちゃうんで、すごい不安定になるというか、変な力が入りやすいです。で、まあその辺のねこともちょっと関係するので、今回ねちょっと取り上げてみました。でデメリットとしてはですね、まあ今言ったような内容もあるんですけど、まあ2点大きく書きました。1が息があまり吸えてませんよってことですね。で2がですね、下顎が深くなってしまい、ピーピーの原因などって書いてます。じゃあそれぞれ見ますけど、1ですね、息があまり吸えていないというのは、これ体にね力が入ってるんですよ。吹く気持ちが強すぎて、ぐーってこう力んじゃってる。で、あとちょっと焦ってる状態だと、息ってね、吸えないです。まあ当然体がこう暴ってますから、息が入りにくいんですよね。で、そういう時って頑張って吸おうとしたら、こう顎が上がってくる。顎が上がるのって、こう武道とか運動についてちょっと詳しい方やったら、顎が上がるのって良くないって分かると思うんですけど、そういう風に体が力んでるためになっちゃうってことですね。焦りがその体に表現されちゃってるっていう感じですかね。で次2つ目の、下顎が深くなってしまうピーピーの原因、これはだから本来ね OK な位置で加えてるのに、いざ吸うってなったら顎が上がるからね、口が下がグッと入っちゃうんですよね。で深くなると、大体サックスってろくなことないんですよ。大体の場合浅めがやっぱいいんですけど、それが下顎が深くなると、で下顎が深くなるとコントロール効かなくなるんで、じゃあピー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 になっちゃうってことになります。だからこれどうしたらいいかってことなんですけど、こちらにですね改善法書きました。これはね、もう演奏する前にちょっといろいろやっていただきたいですね。まずそのコンディションを整えるというか、要するに力んでる状態からちょっとね離れないといけないんですよ。でその状態で呼吸とか意識していくというか、まあ、演奏のことをちょっと考えていくっていう風にしたいんで、まずその演奏に直結した内容からちょっと離れることが大事かなと思います。で2点書きましたけど、1が脱力ですね。で2がゆっくり息を吸う練習。まずここからね始めないと、なかなか体の力ってね思うように抜けないです。じゃあそれぞれ見ますけども、1の脱力ですけど、これはね吐きながら体を緩めていくっていうのがすごく有効です。僕らの呼吸っていうのは、まあ、吸ったり吐いたりしてるわけですけど、吸う時っていうのは体に力が入らないです。なんかその格闘技で言ったら息を盗むとかあるじゃないですか。相手が息吸ったタイミングで攻撃するとかありますよね。あれは体に力が入らないから、そこが要するに弱いタイミングやから攻撃するわけですね。で相手を倒すっていうか制圧するというか、いうことをするために、相手が息を吸うタイミングで攻撃する。だからその吸ったり吐いたりしてるときは、吸うときはまあ問題ないんですよ。でそれよりも吐くときにお腹がこうへこんできますよね。お腹がこう吸って膨れて吐くときね、あの吐いたらへこみますけど、その吐くときに力むんですよ結構ね。それが吸うときにも影響が出ちゃうみたいな感じです。なので吐く時もリラックスしちゃえば、要するにリラックスで力まなくなる。これはいわゆる逆腹式呼吸っていうやつです。ここで言ってるのはね、吐きながら体を緩めていくっていうのはこれ逆腹式呼吸のこと。逆腹式呼吸というのは、息を吸った時にお腹をちょっとへこませるんですね。でその時だから息を吸う時にお腹へこませると力めないですから。でそれで息を吐く時にお腹を膨らませるように呼吸するんですよ。じゃあめちゃめちゃリラックスするんですよ。やってみるといいと思います。吸って吐くときに体を緩めていく、お腹を膨らませるみたいな感じ。とにかく体を緩めていくって感じで、吸って吐く、
スッて吐く。でこの吐く時に緩めていく。でブラブラブラってね、もう電線を脱力していくわけです。もうこの楽器なんか置いといて、もう寝転んでもいいですよ。リラックスしていくと。で座ってたらもう座ってる椅子にもたれかかってこうグレグレグラってなるぐらい、いっぺんちょっと緩めるんですよ。徹底的に緩めていきます。でこれ究極に緩めると、あのいわゆるそのおしっことかそんな出るレベルまで緩めるってあるんですけど、別にそこまでやらなくていいですけど、とにかく脱力脱力、体の全身の力を抜いていくっていうのをまずやってます。でその後に2ですね、ゆっくり息を吸う練習します。でここは焦らないようにしてください。これは顎が上がっちゃう癖が要するにある状態なんで、顎が上がらずにゆっくり吸う、ね、こうちょっと分かりにくいですよね。あのお腹ちょっと映してないんで、お腹が今こう膨らんでるんですよ。ちょっと分かりやすく音立てると、この吸った時に今顎上がってないんですよ ね。これお腹に息がいってるんですよ、ね、これが慣れてないとこうやって顎が上がってくるんですよ。で肩も上がったりします。でこれは演奏上非常によろしくないんで、こうならないように位置でしっかり脱力しておいて息をゆっくりする練習で、顎が上がらないように、だからあのまあこう加えておいて、まあこの練習するとき楽器ない方がいいですけど、まあ慣れてきた楽器も持ってもらっていいです。で楽器を加えて横からねするんですけど、その時 どっちでこう下から吸う感じ、上からこう吸うんじゃなくて下から、だから顎下顎をこう落として、そこからこう吸っていく感じなんですけど、その時もシューって吸うんじゃなくて、息の玉をお腹の底にポーンって落とすような感じで吸って、は吹くと。で吹く時は腹圧下っ腹突き出して、まあそこに力を込めるようにして吹くと、まあ音が安定してきます。というのを徹底的にやっていただきたいんですよ。じゃあ顎は上がらなくなるし、息もよく吸えるし、ピーピーなりにくくもなる、顎の位置が安定しますからね、という感じで結果楽器のその上達につながるってことなので、ぜひやってみてください。で最後ですね、星印のところですけど、これね吹く前不調の時にやってみてってことです。なんか今日吹きにくいなとか、あとは今日吹くからっていうことで、演奏前にこの脱力して息吸う、ちょっと呼吸のコードやっといてから楽器持つっていう風にやる癖をつけるといいことがいっぱいあると思います。ということでですね、こんな感じでまたレッスンの中で気づいたこと、実際演奏活動の中で気づいたことをまたシェアしていきたいと思います。サックスに関することであれば何でもコメント欄に書いていただきましたら、随時こんな風に動画とかテキストで答えますので、よろしくお願いします。